典型的な動物細胞の模式図、各固定、細胞核、リボソーム、小胞、素面小胞体、ゴルジ体、微小管、活面小胞体、ミトコンドリア、液胞、細胞質基質、リソソーム、中心体細胞核の概要。角膜リボソーム角膜広角固定、クロマチン細胞核小胞体角質小胞体とは、 新核生物の細胞小器官の一つであり、一重の生体膜に囲まれた板状あるいは網状の膜形。角膜の外膜とつながっている。電子顕微鏡による観察で、その存在が明確に認識された。外観から名付けられた、主に2種類の小胞体がある。一つは、素面小胞体と呼ばれ、多数の病が打たれたように、 あるいは点が付着して見えたためにこの名がついた。これはリボソームが細胞質基質側表面に結合しているためであることがその後明らかとなった。もう一つは表面にリボソームのない活面小胞体。小胞体は多くの細胞機能に関わっている。リボソームは一連の伝令 RNA を読み取り、伝位 RNA に結びついたアミノ酸から 所定のタンパク質を組み立てる。小胞体に分泌されるタンパク質を組み立てているリボソーム素面小胞体では、ゴルジ体やリソソーム、固定、細胞膜等を構成するタンパク質及び分泌タンパク質が合成される。合成されたタンパク質の折りたたみや切断、ジスルフィド結合、糖鎖の負荷等が小胞体膜表面や内空で行われる。 リボソームで合成されたタンパク質は合成されながら小胞体膜の膜貫通タンパク質であるトランスロコンを通り小胞体内に輸送される。小胞体内では合成されたタンパク質が折りたたまれ正しい立体構造を形成する。また、搭載負荷、ジスルフィド結合の形成等をされることで立体構造がより強固なものになる。 合成されたばかりのタンパク質は異常な立体構造を取りやすい。熱などのストレスがかかると立体構造が異常なタンパク質が小胞体の中に過剰に蓄積される。そのような状態を小胞体ストレスといい、小胞体ストレス応答と言われる反応を引き起こす。小胞体ストレス応答では立体構造が異常なタンパク質は折りたたまれたり分解されたりする。 立体構造が異常なタンパク質は分子シャペロンにより正しい立体構造に折りたたまれたり指キッチンマイナスプロテアソーム分解系によって分解される分解される場合はトランスロコンを通じて小胞体外へ出される合成されたタンパク質は小胞体から出芽する輸送消耗によって他の細胞小器官や細胞膜へと輸送される ゴルジカラダを経由する系が主要なものとされる。シトクロムやシトクロム P450 等が極在し、これらの酵素が様々な物質の代謝を行っている。細胞内カルシウム濃度は、細胞外からのカルシウムの流入に加え、細胞内のカルシウム貯蔵器官からのカルシウム放出によっても制御されている。 小胞体はこのカルシウム貯蔵器官であり、IP3 受容体など細胞内シグナル伝達に関わる、タンパク質が極在し、カルシウム結合タンパク質等と共に、シグナルに応じたカルシウムの放出を行っている。ありがとうございます。